今ですね、マケドニアの首都の、ね、スコピエにいます。スコピエですね。で今マケドニア、広場でですね、マケドニアの大王かな、銅像があるんですよ。で今こちらが今向いてる方が橋が川があります。で城塞向こう側ですね。まあ、すぐそれ石橋なんですけど、ね、なかなか趣のある石橋です。でこの辺り広場も広くてですね、ベンチもあるんでね、座ったりして休むことができます。で石橋を渡っていくと城塞があるんで、城塞を行って城塞からの景色もね、バスコミになります。だから皆さんね、マケドニアスコピエ来たらね、必ず、ね、このマケドニアに広場にして石橋を渡って城塞に行く、ね、がいいと思います。まあ、この辺りね、文明の交差路としてさまざまな民族の流入、ね、シャイが繰り返された、ね、ところです。バルカン半島の縮図ですね。まあ、スコピエ、それがあります。マケドニア人が多いんですけどね、あとセルビアとかトルコ人なんかも結構多いです。 あとアルバニアね、アルバニア人ね。なんでアルバニア語とかトルコ語が結構混じったりもしてますけどね。でお店とかね、銀行なんかもあるんですね、この辺り。会社とかも、今日日曜日なんであんまり人いないですけどね、観光客くらいかな。あれがマキドニア大王かな、まあ、この辺り結構近代的な感じです。1963年ぐらいに起きた、ね、地震で、あ、かなりの人が亡くなってですね、でさらに建物を倒壊しました。その後日本人の建築家によって、近現代的な、ね、都市として、変えられた感じなんですけどね、結構ね、近現代的な感じがします。この人もいいですね、この暑い時とかね、結構入ってくるといいかもしれない。この浴びてる色でね、なかなか治安すごいわね、なんかイメージ的には悪いと思ったんですけどね、意外に来てみるとそんなでもないです。ただやっぱコソボから30キロ地点なんでね、もしかして不測の事態になって紛争に巻き込まれる可能性があるんで、それだけの危険性を生じる可能性があるってことを、持ってきた方がいいですね。いいですね。